はい、こんにちは。今日はトピックその4ということで、前回に引き続きですね、漁村共同体と入合権ということで、その2ということでお話します。今日はですね、その入合権の性質ということについてお話をしていきたいなというふうに思います。で、入合権の性質というときに一番頭に入れなきゃいけないのは相有という言葉ですね。で、例えばインターネットを引いてみますと、日本でも入合権などが相有の性質を有するものとされているというふうに書いて、まさにその入合権が相有とほぼイコールみたいな形になります。で、相有の特徴ですけども、その漁村共同体というのが管理処分、ね、権利入合権の管理処分を行う権限を有して、その構成員は利用収益権を持っている。つまり、権利が、ね、2つに分かれている、分属するという感じになるわけです。なんだそれはという感じになるかもしれませんけど、実はこれは例えば団体漁業権の中の共同漁業権なんかで考えてもらえばいいと思うんですけども、例えば、漁協に免許されていますけども、その免許を受けた漁協はその漁業権の管理を行います。それは漁業権行使とかそういったもので行います。そしてそれを処分する、例えば放棄するという話は、その漁協がその意思として決定するというような形になるわけですね。で、一方ですね、その村あと構成員、組合員ですね、組合員たちはどうするかというと、組合員行使権というのを持つことになります。それによって、組合員が実際に自分の漁船で海に出て漁業を行って、そして魚を取って、その、ね、販売した利益というのはその、組合員自身のものになる。つまり、構成員、組合員は利用もできるし、その利益を自分で取ることができるということですね。そうやっていくと分かりやすいですね。漁村共同体の管理処分権、構成員の利用収益権というのがこういうふうになって、これもまさに、団体漁業権の仕組みと同じということになります。で、そういうのそれ以外の性質としては、持ち分権がない、分割請求権がない、こういったことが特徴になります。さて、この昭和の漁業法、今度12月に施行されますのは令和漁業法という話ですけども、その昭和漁業法の水産庁の改正書においてはどう書いてあるかというと、共同漁業権はその地区の漁民相有の入合漁場ということを表現したもの。相有だと入合だと、まさに入合権的権利であるということになるわけです。で、これ自体は、今度新しい改正漁業法においてもですね、思想は引き継がれているというふうに思います。で、さて、その漁村にはですね、共同という言葉と共同、この2つがあります。で、じゃあ一方の共同漁業権については、いわゆる共同みたいな感じですけども、法律上は一定の水面を共同で利用していたものというふうになってますね。で、さっき言ったように地区の漁民の相有の入合漁場ということで、まさに入合権的な権利である。一方、漁業協同組合の共同というのは、組合原則に基づき設置される組織ですよね。で、特徴としては加入脱退自由、それから個人加入、組合の区域の設定は自由と、こんなようなことも、主なものとして挙げられるんですけども、これ実は、もともとその漁村共同体とはちょっとね、違うわけですね。漁村共同体になりますと、加入脱退自由かといえば、その地区に住んでいれば、ほら当然ながら、漁村共同体の構成になりますし、その時にどういうふうになるかというと、世帯単位です。世帯の一人だけがその構成員と認められるというようなことで、1世帯で何人も加入することはできないことになります。で、共同体の区域というのはもう自然的にその縄張りとして決まってきますので、自由に設定ということはできないということになります。で、実は漁業権というのは最初はですね、漁業組合、戦前は漁業組合ということで、まさにその漁村共同体とイコールのところに免許されていたんですが、戦後この漁業共同組合に免許されるということになってしまって、漁村共同体と漁業共同組合に微妙なズレが生じる、特に合併すると非常に大きなズレが生じるということになってきたわけですね。ですから、それを是正するために、漁村共同体というのを漁業法では関係地区というふうな形で定めておいて、その人たちを保護するために、
院会社の保護、共同申請、共有請求、そして書面同意制度、総会の部会制度、こんな4つのシステムを作って、実際の、まあ、漁協に免許されるものの実際の、権利者はその漁村共同体であると、こういう運用をしているということを覚えておいてください。さて、この、共同漁業権の入り焼き権利であるという話しましたけども、実は平成元年に大分県の白木漁協最高裁判決で出てまして、この判決ではですね、昭和37年の漁業法改正でもって、漁業権は入焼権的権利ではなくなったというふうに、判決してしまっています。実はこの判決の論理がですね、むちゃくちゃあるんですけども、今これ確定しているということは非常に問題なんで、これをなんとかね、是正していかなきゃいけないということがあるかと思います。以上ですね、2回にわたって、入合権ですね、漁村共同体と入合権のお話をしていきました。今後いろんなね、話をしていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価、いいねもよろしくお願いいたします。